どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は残念な妖怪ランキング出していきたいと思います。強いんだけども、ちょっと残念なんだよなーっていう妖怪、いますよね。第5位から1位まで発表していきましょう。それでは、行ってみます。このランキングには個人的な意見が入ってます。ご了承ください。それでは残念な妖怪トップ5やっていきます。第5位の発表。第5位の残念な妖怪はこの子です。百鬼姫です。ガチャゲンで S ランクで、強いには強いんですけども、スキルがとても残念。スキル呪いのお肌、敵に取り憑かれるとすべてのステータスがアップ。取り憑かれなきゃダメなのよ。ほぼほぼ使えない。このスキルじゃなければもっと使えた。もう言うたらば吹雪姫と一緒でよかったのよ。妖術も一緒なんだし一緒でよかった。なぜこのスキルにしたかなっていう、とても残念な妖怪です。第5位は百鬼姫ですね。さあ、それでは第4位いってみましょう。残念な妖怪第4位はこの妖怪です。聖おかんですね。ランクは S で強いのよ。妖力も高くって回復量もかなりある。強い。ただ必殺技が残念。必殺技残念なのよ。徐々に回復。ヒーラーの必殺技って全体を一気に回復させるっていうのがいいと思うんだけども、聖おかんだけは全体を徐々に回復させていくっていう、ちょっと残念。使いにくい。おそらく、シン・オバートの比較で作ったやつなんだけども、どうしてもシン・オバーにね、負けちゃうんだよね。なので、ちょっと残念な妖怪です。第4位は、聖おかんですね。それでは、残念な妖怪トップ5、第3位いきましょう。第3位の妖怪は、こちらです。ハゲオロチですね。S ランクでガチャゲンなのにちょっと残念。強いには強いんですよ。攻撃力とか結構あって強いんだけども、なぜ回復の術なのか。そこがね、残念。他のシリーズになってくると極楽の術とか使い出すんだけども、回復の術じゃほぼ回復がきつい。最後の方になるとね、回復の術じゃとてもね使えない。そして取り付きだね。取り付きが仲間を狙われなくするっていう取り付きなんだけども、これが微妙。タンクに撃っちゃったりするのよ。攻撃を集めたいタンクに隠密を撃って、他のやつが狙われて総崩れする、そういうことが俺何回もあったんで、影オロチっていうのは、使わないかな。結構微妙な妖怪だと思います。第3位は、影オロチですね。さあ、それでは第2位に行っちゃいましょうか。第2位の残念な妖怪。この妖怪です。オロチです。オロチは、ステータスがね、全部が平均的なのよ。だから、よく言えばどこでも使える。悪く言えば全部中途半端な妖怪です。まあ、オロチってかなり人気妖怪で、各シリーズでめちゃくちゃ強く設定されてると思うんだけども、1ではちょっと微妙。微妙です。なんかどっかを引い出たステータスにしてれば使いようがあったんだけども、ちょっとね、全部が平均すぎて
他の妖怪にね負けちゃうんだよね。ワンでもちょっと強く設定して欲しかったな。まあ他のシリーズでは強いのでいいとしましょう。第2位、残念な妖怪はオロチです。さあそれでは残念な妖怪トップ5第1位に来ました。この妖怪はめちゃくちゃ残念な妖怪、多分みんな納得すると思います。第1位はこの妖怪です。クシャムシャだね。S ランクのアタッカーですごく期待してた妖怪なんだけども、スキルが全然ダメ。なんでっていうようなスキル、むしゃくしゃ味方を攻撃することがあるです。これがね本当に10回に1回とか20回に1回ぐらいの発動だったらまだ使えたのよ。結構発動する。5回に1回いや3、4回に1回は仲間を攻撃しちゃうので、とてもパーティーには入れられない。まあこいつがね初めてゲットした S ランクっていう人もいるかもしんない。残念だったっすよね。まさか最初に入手した最強の S ランクがくしゃむしゃだったなんて、これは残念。確かねあれだよね、1では S ランクだけども他のシリーズでは A ランクとかになってた気がする。いや違ってたかもしんないけど、まあとにかく第1位は間違いなくくしゃむしゃ。めちゃくちゃ残念。スキルがこれじゃなければよかったのにですね。第1位はくしゃむしゃです。はい、ということで今日は残念な妖怪トップ5やってみました。 S ランクなのに残念なやつって結構いますよね。まあそういうやつはあんまり使われないと思うんですけども、たまに使ってみるとちょっと面白いかもしれません。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。